武田大淳の小説、光ゴケを台本としている。1970年の秋に、公演先の森岡で、三島幸夫の自殺を知り、暗い気持ちで東京に戻った段は、演出家のあさり慶太と共に、民音よりオペラを移植されるが、内容が段らの思考に合わなかったため、それを断る。その際、アサと光五家の話をした段は、その後、光五家を読み返し、 すぐに魅了される。そうして、八丈島の小屋にこもり、1971年、〇〇かけて、スケッチを年末に、オーケストレーションを1972年2月20日に、終えた。1972年4月27日、大阪国際フェスティバルにて、東京初演は1年後に東京オニ劇場にて、共に演出は、アサリケータである。 1> 約1時間45分舞台は第二次世界大戦末期の昭和19年春。北海道は知床の真っ赤薄洞窟の中。船がパシここに漂着した船長、西川、八蔵、ゴースケの4人。弱気な八蔵とゴ助スケに対して強気な西川は、生涯を信じて、この2人と言い,い争いになる。腰痛のゴ助スケを残し、船長と西川は、食料探しに出る。 その間、ゴスケは八蔵に自分が死んだら、食料にされるのではないかと訴えるが、自分はそんなことはしないと八蔵はたしなめる。それから、三日が経過しゴスケは、生きたえる。船長は、西川を懐柔しようとする。八蔵は遺体を海に流すと主張するが、船長はそれを退ける。さらに三日が経過し、船長と西川はゴスケを食う。衰弱した八蔵は、 己を責める、西側を慰める、ありがとうございます。